三好三人衆を摂津の野田福島砦に追い込んだ信長と義明であったが、大阪本願寺の参戦で膠着状態に至る。さらに近江から京に侵攻した朝倉、浅井、本願寺門徒勢に対応するため、信長は急遽馬首を北に向け、滋賀の陣で睨み合いを続けるも、戦況は信長方の不利になり、屈辱的な講和を結ぶことになった。こうして敵対勢力によって苦杯を舐めさせられた信長だが、その悔しさは猛烈な反撃の源となるのであった。美濃浦の戦い。一旦は敵対勢力である朝倉、浅井、本願寺、三好三人衆、六角氏と和睦した信長であったが、まず浅井氏との和睦が破れる。1571年3月5日付で朝倉氏の老臣の匠景則と鳥居景親は将軍義明の側近である一色藤長たちに書状を発しており、信長の和睦条件の不履行を訴えており、義明に仲介してくれるよう求めている。この書状によると、前年の信長と朝倉浅井氏の和睦条件の中に、横山城を浅井氏に返還することと沢山城の包囲を解くことがあったようである。横山城は浅井氏攻撃の最前線として、城将の木下秀吉が守備について睨みを聞かせており、その与力には浅井氏から寝返った酒田軍の有力国衆であり、釜波城を本拠とする堀秀村が従っていた。沢山城は岐阜と京都を結ぶ東山道に近接した交通の要所であり、姉川の戦いの直後から丹羽長秀らの軍勢に包囲させていた。浅井氏からの横山城の奪取や沢山城の包囲は信長の姉川の戦いの勝利による成果であり、これらを捨ててでも滋賀の陣にて和睦したことは、信長が相当苦しかったことがうかがえる。しかしこの条件を信長が受け入れることは、姉川の戦いの成果を手放すことになるため、この朝倉浅井氏の要求は無視したのである。結局3月19日沢山城は開城した。降伏した城将の磯野一正は高島軍に移り、後に新城城主となり、高島軍支配を任される破格の待遇を受けるのであった。対六角の最前線に位置する沢山城を任された磯野一正を信長は評価していたのである。そして沢山城には丹羽長秀が城代として入城した。これに対して浅井氏は武力で解決を図る。5月29日浅井長政が小谷城を出て横山城近くに陣を敷いた。そして武将の浅井伊典に堀氏の居城の釜波城に向かわせ、付近の村々を放火した。湖北の一騎も加わり、その数は5000ほどであった。堀氏の当主秀村とその家老の樋口は、酒田軍の国衆が磯野一正が守る沢山城に籠城して本領を留守にしている間に、軍内に支配地を広げることに成功し、その中には堀氏と並ぶ有力国衆である今井氏の本拠美濃浦も含まれていた。沢山城が開城した時点で堀、樋口に従ったと考えられる国衆は、野村孫太郎、下坂若狭守、島秀明、島秀信、田辺式部の城、旧徳左近兵衛の城などであった。東大記によると、浅井氏滅亡前の秀吉の所領は5万石、堀は10万石の領主と記載があり、秀吉よりも与力の堀の所領が多かったことが考えられる。信長も堀の勢力を心得ており、堀に従う旧徳に命令を出す際に堀を通して伝えるなど配慮しているところから裏付けが取れる。こうなると力のある与力を持つ秀吉としてはやりづらかったことが考えられる。そこで浅井長政は不安定な主従関係の分断を狙ったのであろう。それに対し秀吉は横山城を竹中重春に任せ、わずか100騎ほどだけ率いて釜波城に救援に向かった。釜波城は横山城の南方7キロほどの位置にあり、秀吉は大勢の敵から隠れながら山の裏を南下して釜波城に入った。そして釜波城の城兵と合流すると、美濃浦に着陣している敵に襲いかかった。
浜波城の兵を含めても 5,600 程度であったが、秀吉は数倍もの敵勢と切り結ぶ。樋口の家臣の忠を相模守が討ち死にするも、秀吉勢は浅井勢を切り崩し、逃げる敵を追撃した。湖に沿って北に向かって逃れた浅井勢は八幡辺りで持ちこたえて反撃に移るも、秀吉勢の勢いは止まらず、浅井勢は小谷城に逃げ帰った。横山城も竹中重治が守り、木下秀吉はなんとか浅井氏に対する最前線を維持したのである。第一次伊勢長島の戦い。本願寺は商女の時代から各地の門徒らの行動はその国の大名やその地域の領主に従うものと原則を立てており、賢女もこの原則を露習していた。すなわち前年の12月、義明政権と信長は大阪本願寺と和睦に至ってはいたが、近江の門徒は浅井氏に従い信長と交戦を開始したのである。そこで信長は尾張と接する伊勢長島の浄土真宗本願寺派の願生寺に狙いを定めた。願生寺は前年の11月に古紀江城を襲い、弟の信興を攻め殺している。この半年後の6月4日、信長は岐阜を出陣して長島へ向かった。この時の信長の軍勢は5万ほどと新朝後期に記載があるが、出陣している有力武将は柴田勝家と佐久間信盛の2人だけなので、馬回りを入れて2万程度だろう。信長は軍を3隊に分け、自身の率いる馬回りを中心とした本隊は対馬に着陣する。佐久間信盛率いる尾張衆の隊は浅井新八郎、山田三左衛門、長谷川丹波守、和田信介、中島豊後守らが属して古紀江方面から中筋口に着陣する。柴田勝家率いる美濃衆中心の隊は市橋長利、美濃三人衆、塚本古代善、不破光晴、丸茂長照、飯沼長次らが属して西川岸の太田口より中津に向かった。対する願生寺の本願寺門徒勢は本庄長島を中心に各中州に砦を持ち、西岸には大鳥居、柳ヶ島、中江の砦、東岸には一ノ島、御廟の砦、北方には前年奪い取った古紀江城など十数箇所の要害の守りを固めた。それらの砦はそれぞれ川によって遮られており、整備された水軍がないと本格的な攻城戦は難しい。3隊に分かれた信長勢は思うように攻められず、近辺を放火するだけで成果は上がらなかった。しかし願生寺から降伏の申し出があり、これを受けた信長は願生寺を赦免し、8日の夜退却を命じた。ところが信長の本隊と佐久間の隊は無事に退却したもの、柴田の隊は敵の奇襲に遭い、その退却は困難を極めた。左は山、右は川という一騎打ちの接所の道とある通り、狭い道に一列渋滞にならざるを得なかった。本願寺門徒勢は山側に移動して待ち構えていた。それでも勝家は弓鉄砲を先に立てて山側からの攻撃を牽制して、自ら陣狩りを務めて退却した。本願寺門徒勢は柴田の隊に襲いかかる。柴田の隊は踏みとどまって応戦するも、首相の勝家が負傷し、旗差し者まで奪われる敗戦となり、その前にいた氏家直元が陣狩りを交代する。今度は氏家隊が攻撃の的になり、まともに門徒勢の集中攻撃を受けて、指揮官の直元をはじめ八須賀政元など大勢が戦死してしまった。こうして太田方面口の柴田隊はなんとか退却できたもの、信長は願生寺の裏切りともいえる攻撃に痛い敗戦を被ってしまった。比叡山焼き討ち。9月7日、信長は岐阜を出陣して3万ほどの軍勢を率いて湖北に向かった。まずは木下秀吉の守る横山城に滞在して浅井氏の様子を伺う。15日、横山城を出て中島に着陣する。足軽衆が越前との国境近くの余呉木の本付近を放火して翌日横山城に戻った。これは朝倉浅井氏に対しての牽制であり、信長の狙いは別の場所にあった。
17日信長は馬州を南方に向け丹羽長秀の守る沢山城に入った。19日信長は江南に配置していた佐久間信盛、柴田勝家、中川茂政、丹羽長秀の4将に命じて小川祐忠の守る小川城と志村筑後守の守る志村城を攻めさせた。いずれも神崎郡の国衆で六角氏に従っており、浅井氏とも通じていた。四将の軍はまず志村城付近を放火し、四方から攻め寄せ城内に突入し城を葬った。討ち取った首は670というのでほぼ皆殺しであろう。それを見て小川は抵抗をやめ人質を出して降参した。21日信長は上洛寺に投入した。次の狙いは江南の本願寺門徒の拠点である金ヶ森城である。ここは浄土真宗の道場を中心とした寺内城に堀や土塁が巡らされており、大阪本願寺から川鍋秀政が派遣され守りを固めていた。佐久間たちの軍が一帯の稲を刈り金ヶ森を包囲すると、川鍋はあっさり人質を出して降参した。29日信長は上洛寺を出発し、瀬田川を起こして三井寺近辺に着陣した。30日早朝、小雨模様の天候の中、信長は軍勢を坂本に移動させた。坂本は当時近江随一と言われるほど繁栄した町で、陸上湖上の交通の起点であった。平安時代から延暦寺と結ばれ、戦国時代にはほとんどその支配下であり、延暦寺の同社が多数移転していた。坂本の町に入った信長軍約3万はすぐさま町に火を放った。まず民家を放火し、次に町中の延暦寺の同社を放火した。人々は郊外にある八王子山の比叡神社を目指して逃げ惑う。初代の兵は比叡神社を囲み、逃れた全てのものを切り神社を放火した。比叡山の象徴として諸人を畏怖させた神輿もあっけなく燃えてしまった。信長は前年の滋賀の陣の際に延暦寺が朝倉、浅井、本願寺に加担したため報復に出たのである。講話の時も異議を唱え臨時まで請求したため時間もかかり、信長の延暦寺への怒りは相当なものであったのだろう。いずれにせよ焼き討ちは宗教的な問題ではなく政治的問題から行われたのである。坂本の町が猛火に包まれる中、織田軍は延暦寺目指して山を登った。延暦寺の相続が驚く暇もなく、織田軍の兵は彼らに襲いかかった。出会った者は次々と斬られ、女性少年さえも除名されず、根本中堂をはじめとする伝統ある建築物はことごとく燃やされ、最澄が開いて以来780年余り聖域として崇められてきた比叡山が失われたのである。この比叡山の死者は諸書によって1600から4000人と様々であるが、1000人は下らなかったのであろう。10月1日の10時頃、まだ比叡山の殺戮が続いている中、信長は小姓馬回りだけを率いて入京した。将軍御所近隣に訪問して事の次第を報告し、明覚寺に入った。世間を驚愕させる直後であったが、何ら悪びれた態度もなく、いつも通り公家たちと接していた。扇町天皇からも比叡山焼き討ちに対する抗議はなかったが、当時の人々にとってこの焼き討ちの衝撃は相当大きなものであったようで、公家の山科時次は今後王法の世界がどうなるか心配だと記しており、天皇の側近に仕えた女官は天下のため気の毒なことで言葉では表現できないことと評していた。3日まで京から比叡山山頂の炎が見られたそうだ。僧侶や神官が殺されただけではなく、寺領社領がことごとく没収され、江南に配置された武将たちに分け与えられた。そして滋賀軍は明智光秀に与えられた。明智はこの時点ではまだ義明政権の武将ではあるが、近江の武将配置体制が整った。横山城に木下秀吉、沢山城に丹羽長秀、安土城に中川茂政、長江寺城に柴田勝家、長原城に佐久間信盛、宇佐山城に明智光秀、新庄城に磯野一政の7将である。8日信長は岐阜城に帰陣した。9日川尻秀方、丹羽長秀の2人に命じて
犬神郡の国衆高宮右京之助とその一族を沢山城へ出頭させて誅殺した。その理由は前年の野田福島の陣の際、戦いの最中に川口の砦を抜け出し大阪本願寺に駆け込んだそうだ。高宮は近江に戻っても浅井氏に属して信長に反抗を続けた。沢山城が2月に開城した際に信長に下った。高宮は半年ほど目立った動きはなかったもの、信長は信用していなかったのである。信長の比叡山焼き討ちに危機感を抱いたのは本願寺顕如であった。12月10日朝倉浅井氏に送った書状によると、比叡山焼き討ちを嘆き、北近江や朝倉浅井の協力が必要と述べており、信長との戦いに積極的に関わり始めたのである。こうした顕如の動きを信長も察知し、同月中に越前と大阪の交通を遮断する動きに出た。義明と三好氏の戦い。前年の12月に三好三人衆と義明政権は和睦したが、このことは反義明政権の三好三人衆と義明政権の松永久秀との対立を解消することになり、三好氏が一つになることができたが、そのため2つの問題が発生するのである。それは組織と外交の問題である。まず1つ目の組織の問題は、畿内の三好氏は長吉の甥で三好氏当主の義継を三人衆や松永久秀が支え、阿波の三好氏は実久の嫡男の長春を家老の篠原長房と一族の三好康長が補佐することになる。三好三人衆は三好氏の家臣団をうまく表しており、三好一族の代表である三好長安、旧細川晴元家臣団の代表である三好伊三、側近の筆頭である岩成智道、ここで義継の側近として活躍した松永久秀が戻ってきてしまったため、岩成智道の居場所がなくなってしまった。次に2つ目の外交の問題は、松永久秀と三好三人衆の対立した時に、三好三人衆は松永久秀を討つため大和の反松永氏の筒井純慶と背後を固めるために浦上氏と結んだ。松永久秀は三好三人衆を討つため三好義継を当主に迎え、義明政権和田畠山氏と結んだ。このため義明政権と三好三人衆たちが和睦をすると、三好義継は三好氏当主なので三人衆松永にとっても問題ではないが、筒井と松永、三人衆と義明政権の守護たち、また畠山氏の関係が問題になってしまった。1572年1月、阿波三好氏の篠原長房、長重府主は、讃岐に軍勢を移し、備前小島の元太城に侵攻した。元太城は1568年にも毛利氏と争奪を繰り広げた地である。篠原長房は、義明政権信長と和睦したことを大義名分として浦上氏と共同して毛利氏を脅かした。一方毛利氏は義明政権と信長の支持者であったので、7月6日義明と信長に抗議している。21日義明は毛利氏に篠原長房を非難するも、23日毛利家当主の元成はこの混乱の中死去する。29日、信長も三好三人衆との和睦は本意ではなかったと弁明しているもの、篠原長房は義明の仲介でも和睦しないだろうと毛利氏に伝えている。このように三好氏がまとまったことで義明政権を取り巻く環境がにわかに怪しくなってきた。義明政権の守護たちにとっても三好氏が一つになることは危険であった。摂津の和田惟政は三好三人衆が池田氏を調略したため、摂津西半国が三好氏の領国になっただけではなく、三好氏の本拠であった芥川山城奪還を目指す三好氏の矢面に立たされた。河内の畠山昭孝も阿波三好氏が奪還を目指す高谷城を本拠としており、三好三人衆と三好義継、松永久秀の和睦は一大危機であった。そうした和田畠山氏の敵対を松永久秀は見逃さなかった。三好三人衆との対立図に久秀に味方してきた畠山氏族の安美右近が和田畠山氏についたため、
西の深夜で自害させ、6月21日松永久秀久通親子が右近の居城である河内の片野城を攻めた。さらに7月10日三好三人衆が義明政権の河内守護である畠山昭隆の守る高屋城を攻撃する。この結果、義明政権と三好氏の手切れは濃厚となる。7月20日義明は九条家の娘を養女として筒井純慶へ嫁がせた。義明のこの行動を解く鍵は足利将軍家の仕組みにある。戦国期以前の将軍は21館と称される在京大名によって支えられていたが、戦国期になると大名が在国するようになり、将軍は在京の多かった細川慶長家に支えられることが多くなる。このことは慶長家が没落すると将軍も共倒れになる危険性を内包していた。こうして戦国期の将軍家は特定の大名に支えられるのではなく、危険性の分散のため複数の大名に支えられる体制を目指してきたのである。同じように義明も1570年は三好三人衆、朝倉、浅井、六角、本願寺と多くの敵対勢力を抱え一大危機を迎えた。一人でも多く自身を支えてくれる大名を増やすため、かつて一条院門跡として興福寺にあった義明にとって筒井氏は交渉しやすかったのであろう。以前は大和を松永久秀の切り取り次第としたが、一向に大和の平定がなされないのを見て、松永、筒井両氏が存立する体制に変更しようとしたのであろう。義明は自身の娘や母の実家である近衛家からの養女ではなく、新三好型の九条家から養女を迎えたのは、三好、松永氏に配慮したとも考えられる。しかし、これは裏目に出る。これを受け、同日に中野坊駿河の神、21日、橋尾為綱が松永氏を見限り、筒井純慶に帰参した。このことは長年純慶と対立してきた松永久秀が義明政権と手切れになる原因の一つになる。8月20日には久秀に呼応して篠原長房が摂津に上陸して、23日に三好を継ぐ松永久秀、三好長安が和田惟政が守る高槻城を攻めた。これで義明政権と三好氏の手切れは決定的となった。そもそも松永久秀が義明政権を支持した理由は三好三人衆との対立が原因だった。三好三人衆と和睦が成立し三好氏が一つになったため、義明政権を支持する理由がなくなったのである。9月9日義明政権の一員となった純慶は達一に要害を築いた。四義三条より出陣した松永久秀、若い城から援軍に来た三好を引き継ぐ多聞山城から出陣した松永久通らは大安寺で合流した。一方の筒井純慶も義明政権から三淵富士秀と山岡景友の援軍を得る。こうして11日筒井純慶と松永久秀は激突した。久秀の甥の松永左馬信や孫四郎ら多数が討ち死にし、家臣の竹内秀勝、山口秀勝、古市兄弟、柳生利勝などが負傷するなど、筒井方の大勝利となった。討ち取られた松永方の首は義明のもとに送られ、二条御所で晒された。この結果、13日に筒井純慶は筒井城の奪還を果たし、長照寺氏ら久秀方の国衆が寝返るなど、大和では松永方の勢力が衰えていく。10月5日摂津の白井瓦の戦いで和田惟政が三好方の池田知政らに敗れ戦死した。松永久秀が高槻城を接収しようとするも、信長は佐久間信盛を派遣し、交渉の結果15日松永久秀は対立を避け撤兵した。三好氏は義明政権と敵対したもの、信長との関係は維持されていたのであろう。三好義次と松永久秀は11月15日に牧島城を攻め、16日に普賢寺城に入ると、20日に木津城を攻め、山城南部で攻勢を強める。この間奈良は三好康長が守り、筒井氏の攻撃を避けた。11月には阿波三好氏の篠原長房、三好康長も連携して河内や泉を転戦し、
三好氏の活動が活発化してきた。1573年1月20日、対する義明政権は三好三人衆が名手として祭り上げた官僚家の細川信義を調略して、偏気を与えて明元として右京の大部に任命した。さらに2月28日には、三好三人衆の一角であった岩成友道を寝返らせた。やはり松永久秀が三好氏に復帰することで、岩成友道の立場が失われたのである。こうして義明政権と三好氏は対立を深めていった。湖北七陣。比叡山を焼き討ちした後、信長はしばらく岐阜を動かなかった。畿内で躍動する三好氏か朝倉浅井氏を叩くべきか、集まった情報から思案を巡らせていた。年が変わって1573年1月、甲賀軍に必属していた六角氏が本願寺門徒と連合し、またも湖近辺まで進出し、金ヶ森三宅城に立てこもった。信長は湖の南に置いた佐久間信盛と柴田勝家に金ヶ森三宅城を攻撃させる。そして周囲の村々には六角氏に味方しないよう元気の起床門と言われる製紙を出させた。その後金ヶ森三宅城は佐久間信盛によって葬られた。4月6日、信長は湖北に向けて出陣する。7日横山城に入る。8日、信長は前年に続き余呉木の本近辺を放火し、朝倉浅井氏を挑発した。浅井長政は小谷城にこもり、応戦の気配もなく、朝倉義景も出てくる様子がなかった。信長は朝倉浅井氏に一撃を与えるつもりだったが、諦めて10日横山城へ軍勢を撤収させた。11日上洛寺に入る。12日志賀軍へ出陣し、ワニ2陣を構えた。木戸田中城を攻めて助次郎を築き、明智光秀、中川重政、丹羽長秀の3人を置いた。13日信長は上洛して2畳の御岡寺を宿所とした。そこで信長を待っていた義明は京都での信長邸建築の提案をする。信長の京都の宿所は定まってなく、明覚寺を利用することが多いが、本能寺の時もあり、明智光秀の京都邸に泊まったこともある。信長は不憫に感じていなかったが、義明は相次いで多くの敵対勢力に囲まれ、最大の擁護者の信長の本拠は岐阜と遠いため、京都に信長の邸宅を設けることで軍事的に義明の身の安全を図りたかったのである。信長は義明の申し出を断ったが、信長の領国である尾張、美濃、近江の者は不審免除で、負担をかけないようにすると義明が言うので最後は承知したそうだ。25日に桑始めが盛大に行われたが、義明の力では建設が進まず、途中から信長の利領である村井定勝と島田秀光が奉行として加わるも、結局完成することはなかった。三好氏との対立。義明は三好氏の勢力拡大に警戒して、3月13日に山城の淀に城を築いた。5月14日、摂津中島に籠城する義明政権型の細川明元を三好氏が調略し、さらに三好遺産や香西元就も帰参させている。伊丹忠親や和田是長も内通させたが、義明政権にとどまった。三好義継と松永久秀が安見新七郎の守る片野城に攻め寄せる。5月17日には信長はこれに介入して、佐久間信盛、柴田勝家、蜂谷頼高、美濃三人衆を片野城へ援軍として派遣する。義明も援軍として細川藤孝、三淵藤秀、上野秀政らも加わった大軍であった。この時信長は義明の側近に書状を出しており、三好氏を成敗するため柴田の軍勢を差し向けるが、天下のため将軍からも出陣命令を出してほしいと述べており、
機内の安定のためには義明の行動も重要視していた。義明政権と信長の大軍を前にして三好勢は雨風を利用して退却する。義継は和歌江城へ、久秀は信貴山城へ、久通は多聞山城へ引いた。この動きに連動するように本願寺は大阪本願寺に紀州門徒を駐留させ、飯盛山城周辺でも河内国中一揆を動員しており、三好氏と本願寺は共同戦線を作っていた。こうして機内も義明政権と三好氏の対立だけではなく、義明政権信長と三好氏本願寺との戦いへ拡大するのであった。6月8日信長は筒井順慶と結んで多聞山城を攻撃する構えを見せた。信長は多聞山城の北を囲い、順慶が東大寺南大門に陣を敷いた。しかしそれ以上信長は機内に関われず兵を引いた。6月18日信長は岐阜に帰還した。9月14日三好義継とともに本願寺家臣の下妻来氏、来順不知らが義明政権に寝返った摂津中島城の細川明元を攻撃する。結局細川明元は逃走した。9月、三好本願寺朝倉浅井氏の包囲に苦しむ義明は武田信玄に信長と本願寺の和睦の仲介を命じる。義明は信玄に期待するも、権女と縁戚関係にある信玄の介入は信長にとっては受け入れがたいものであった。このように義明政権と信長にとって機内の平和は程遠い状況であった。小谷城攻め。7月頃、信長の武将たちの近江支配体制の一角が崩れる。安土城を任された出世頭の中川重政が失脚する。中川と柴田の領地は隣接しており、地業地や各種権益が複雑に入り組んだため、長明寺の中原戦をめぐってどうやらこの年に争いがあったようだ。この時は大事にはならなかったが、結局中川は柴田の領地争いの結果失脚したようだ。7月25日付の奥島州宛ての信長朱印状を集権として一次資料から消えてしまう。中川は馬回りから武将閣へ出世したもの、信長に召喚され、二度と元の地位に戻ることはなかった。8月16日、信長は今年2度目となる湖北へ向けて出陣する。この時は嫡男信忠の初陣も兼ねていた。佐久間、柴田、木下、丹羽、八谷など主だった武将が動員され、総勢5万の大軍だったという。義明政権と信長に対する包囲網を打開するため、まずは湖北の浅井氏を葬り、援軍に朝倉氏が来たら一緒に叩くつもりで出陣したのである。17日信長は横山城に入城し、翌18日には小谷城攻めに取り掛かる。佐久間らの隊で小谷城下を破壊し、木下に市城の山本山城を攻撃させる。城下を焼き払うと城内の足軽隊が打って出て小競り合いになり、木下は50人ほど討ち取った。20日余後、木の元に軍勢を派遣し、浅井氏に味方する本願寺門徒の拠点になっている地蔵坊をはじめとする寺々を焼き払う。21日草野の天台宗の霊場である大吉寺に付近の農民や門徒が立てこもったので、庭と木下が夜襲をかけ多数を切り捨てた。信長に敵対すれば宗派に関係なく容赦ない仕打ちを受けるのである。湖から滋賀軍の国衆を率いた明智光秀の船団が浜手の貝津浦、塩津浦、余後の湖岸を攻撃して火を放った。竹生島にも船団を向け、火や大砲、鉄砲で攻撃した。24日信長は小谷城の南わずか2キロに位置する虎御前山につけ城を築き、甲状腺に取り掛かろうとした。ここで浅井氏が頼りにする朝倉軍が25日近江に入り、柳瀬に着陣した。朝倉義景率いる1万余りの大軍であった。だが織田軍5万は朝倉軍をはるかに上回る大軍で小谷城を取り囲んで
浅井長政と連携が難しい状況であった。26日、義景は信長との決戦を避け、小谷城北西の大津山に登り陣を張った。しかし義景はこの山に軍を集結したまま動く気配がなかった。これを見た信長は足軽の若武者たちに命じて夜な夜な大津山の陣を襲わせるも、義景は動かなかった。信長の虎御前山の付け城も朝倉浅井氏に妨害されることなく着々と出来上がっていった。9月4日、戦場は動かない中、朝倉の重臣前場義継が信長に投降する。翌5日にも戸田長重、戸田弥次郎、木屋伊之助らが投降してきた。しかし畿内が混乱している中、信長は朝倉浅井氏との戦いに決着をつけたかった。側近の堀秀政を使者として義景に決戦を申し込むが、義景はそんな挑発には乗らなかった。こうしていたずらに日にちだけが過ぎていき、朝倉浅井氏を叩くことができなかった。信長は八重山と宮部につなぎの砦を築き、宮部慶順を宮部に入れ、宮部から虎御前山までの通路を整備させ、木下秀吉を虎御前山に置いた。10月11日、信長は横山に兵を引き上げ、間もなく岐阜に引き上げたのであった。こうして畿内と近江で戦いを繰り広げた信長であったが、この後信長の思いもよらない方面で火の手が上がるのであった。最後までご視聴ありがとうございました。信長の戦いはまだまだ続く。今回の戦いはいかがでしたか？よろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。